はい、こんにちは。コンテナハウスの引き続きで、前回はこういうふうにフローリングを貼りました。で、まずちょっとこの開口ですね、窓をつけたくて、それをしてから、まあ、中をいじっていこうという形になります。基本ノープランで進めています。はい、ダメ、ダメ隣で、木の全般の仕事をしている林田さんです。林田です。かしこまって、はい、どうも。ちょっとヒントをいただこうということでいいですか。はい、まあまあ、はい、ありがとうございます。はい、よろしく。はい、まずはここコンテナのこの部分に、出入り口、窓を作りたいんですよ。はいはい、はい。で、裏をちょっと見てみると、まあ、こういう形でアルミが、まあ、前回の、合板を剥がしたのでむき出しになっています。で、ここはおそらく何か電動工具で切れそうなんですけど、ここが鉄の柱があってかなり頑丈なので、おそらく開口を1枚と2枚というふうに分けなきゃいけないかなというふうに算段してます。どうでしょう、林田さん。いいんじゃないの。で、まあ、一応サッシじゃなくて、自分らで木で、窓枠を作ろうと思ってます。サッシみたいなものを、買って入れるっていう時はその寸法に合わせて切らないとダメ。そうね、まず、はいはい、サッシ買ってきたらすぐ入れるか、はいはい、普通はホームセンターで売ってるものは別にして、はいはいはい、サッシを注文すると、はい、サッシのメーカーが来てつけるから、あ、なるほど、枠を作っとかないと、はい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 、そしたらサッシ屋さんが来て、はい、もう何時間かで、ね、はめて帰るから、はい、枠は作っとかな。なるほどですね。はいはいはい、わかりました。じゃあ、まあ僕らは適当にということで、もう開口していこうかなと思います。はいはい、グラインダー、まあ、はい、いろいろあるけどグラインダーがあるやん。なるほど、はい。こういう場合ってジグソーとかでもいけるはいけるんですね、アルミだったら。そうね、刃次第かな。はいはいはい。そんなことより大事なことが、はい、半袖やろ、はい、アルミは、はい、いうふうになると、はい、やけどもするし、持つのし大変やから大丈夫。長袖着てやるけど、アルミ刺さるで。半袖半ズボンやから。よし、じゃあ着替えましょう。これしかないんですよ。冬用や。冬用モコモコダウン、はい。じゃあまずは炭線を入れていきましょうか。どこ切るかってドリルかなんかで。はい。ああなるほど。内側にから決めて、はで線描いたらいい。なるほど。まず縦でここと向こう、はい、一番向こう、はい、を切ってしまって。なるほどです。これは残すわな。それは残したいですね。ここやな。ここは分かりやすいよな。ここがいいよな。あー、コーキングのところ、うん、はいはいはい。切りにくいけど、はいはいはい、はい、で下は下ここ。そうですね、そうですね、そこが一番作業しやすいですね、まあ、大体。じゃあ、まあリベットにして、まあ念のためにここ穴開けとったらいいよな。はい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 。それで切っていったらいいじゃん。 OK です。完全バフや。林田さん、グラインダー使うときに注意する点は。いっぱいあるけど。いっぱいある、はいはい。まず無理な姿勢でやらないこと。無理な姿勢でやらないこと、はい、キックバックがあるから。キックバック、なるほど。こう来るから、はいはいはい、本当は目の上でやるなんてとんでもないんやけど、はい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 、まあ、まあ、脚立登ってやると、はい、基本まあ目線より下、はい、あと丸ノコでもそうやけど、はい、この厚みに対して刃を入れすぎない、はいはい、なるほど。これ多分1ミリとか2ミリとかだから、はいはい、そんないっぱい入れたら、はい、なんか中当たってまたこうなるから。なるほどです、はいはい、あと、どうしてもやりたいけど、こことか特にそうやけど、上に戻さないと。上に戻さない、上から下、うん、丸のもそうやけど、はいはいはい、回転の具合で上上げたらこうなるから。なるほどです。そこは無理せず丸の子を使ってると思ったらいいわけですね。なるほど。で、こんな穴のギリギリまで絶対やらなくても、はい、まあ、あとはなんか適当に最後は、はい、あ
始まりもこんなもん頑張って狙って、はい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 、ちょっと残しても大丈夫よ。なるほどです。了解しました。はい、はい、林田さん、ちょっと一回、手頃なところでやってもらってもいいですか。うん、これは自己責任やけど、ちょっと個人的には俺これ結構ちょっと、なるほど、狙いにくいんで、これとか、はいはい、あとこれとか取る人おるけど、はいはいはい、まあまあ、それは自己責任。なるほど。で、できたらほんまもっと開かんねんけど、はい、これは高さの方がいいよね。はいはいはい、これ天油川の上に乗ったら開かんねん。なるほどなるほど。あ、いいですか。はい、なるほど。で、はい、もし軌道が歪んだ時は、はいはい、あのこうやってなんとなく糸の子みたいに軌道修正はすると、はいはいはい、砥石が割れます。なるほど。一回抜いて、はい、普通にまた切り直したらいいからね。なるほど。で、こう下まで切ってみて。はいはいはい。砥石が割れると飛んでくきますよね。うん、大惨事。大惨事、わー怖い。ペニョンペニョン。薄いですね。切ってる時に、はい、なんかものすごい抵抗がかかって、はいはいはい、まあ、音モーターの音変わるよね。なるほど、はいはいはい。ほんなら、はい、ああなんかあんねんな思って頑張って切るんじゃなくて、はい、疑って一回ちょっと抜いて、はいはい、なんかあるんちゃうかなって疑った方が、はい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 、あの幸せになる。幸せになる。いきます。はい。上手なんちゃう。はいはい。いい笑顔や。こんなんがほんまですね。優しさショット。あの有害やから吸わん方がいい。うん、吸わない方がいいよ。すごい柔らかかったです。柔らかかった。はい、全然なんていうんですかね、切ってる感じはなかったです。切ってる感じなかった。ちょっとそのグラインダーの抵抗が上に上がるぐらいな感じで、はいはい、切ってるっていう感じはあんまりしなかったです。へえ、なるほど。じゃあ今度は横やね。なんねんけど、まず、はい、当たり前のように、はい、縦やったら迷うことなく出るけど、はいはい、まあ、これをこう反対に持つ人はあんまおれへんねんけど、あ、はい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 、横って、はい、どっちからどう切るって方向が、はいはい、縦でこう切ってるんやから、はい、当然こういう方向に切らなあかんね。はいはいはい、はい、だ横もこうやったら、はいはい、こういう方向に切っていかなあかん。はい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 、こっちから切ろうと思ったらこう切っていかなあかん。そうですね、っていうことになるんだけど、はいはいはい、まあ、そこはそこだけちょっと守ってもらえたら。なるほど。かな。はいはい。で、あと、ね、横の方がな、切るの難しいけど、はい、このな、こことここに柱があったよね。はい、ありますね。ここは今まで通り切っていってもいいけど、はい、ここはまあ無理に柱をまで切ってもせずに、はいはいはい、まずここ1枚切るような感じ で、はいはい、でここは深く切ったら鉄やから、はい、多分ものすごい抵抗やから、ここもまあこの表面だけ切ると、はい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 、そんな感じで。なるほど。いいんじゃないでしょうか。はい、はい、台風みたいな風が来てるけど、こんな日に穴開けて大丈夫なのかな。こういうことですよね。うん、そうそう、はい、いきます。はい、お疲れ様。はい。いい汗かいてるね。暑いですね。お、でね、はい、これまあ絶対でもないねんけど、はいはい、あの俺やったら逃げれるようにめんどくさいねんけど、ここでこの、ま、まあなんか細かいこと言うけど、
こっちよりこっちで作業すると危ないね。なん、はい、でかっつったら、こっからこうなった場合、キックバックになった場合、体がこうなるから怪我につながりやすい、ね。なるほど。できたらずっとこっちでこう使っていく方が安全。なるほどなるほどなるほど。これ砥石の交換のタイミングっていうのはまだ全然いけます。というか、その砥石に書いてたりするねんけど。はいはいはい。まあそれはもう交換なんやろな、これぐらいやったら。はいはいはい。まああんまり実質だってこのカバーあるから、はい、コアだったらもう切れんのって実は1センチぐらいだったりする。うん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 。という点で言うと交換時期なんやろうけど。グラインダーの刃の選び方ってあります？例えば今回は、アルミを切りたいと、言った場合は、どういう刃を選んだらいいんですか、ね、まあ金属用。金属用、はいはい。の切断砥石。はいはい、切断砥石、うん。他にどんな種類があるんですか？ものすごく種類があるけど、はい、まず、当然やけど、このグラインダーで使える、はい、K ってあるよね。ああ、なるほど、K を選ぶ。これ何本かな？ 100?105、はいはい、そうですね、これやったらね、一番小さいサイズやな、はいはい、で、はい、薄いやつはよく切れるけど、はいはい、減るのは早い。なるほどです。はいはい、はい、で、まあこれ薄いから薄いやつでいいと思う。はいはいはい、はい、まあ、まあ、あの Google 先生に聞いて。あ、わかりました。はい、はい、一回こうここと上切ってみて、ブヨブヨして、はい、この辺の様子どんな感じか、はいはい、見てみたらいい、はいはい、なるほどです。これしかなかったら、はい、これで切れる寸法って、はいはい、まあ、カバーがあったとしたら、まあ、この辺で切るとしたら、そうですね、まあ、今も刃ないけども、はいはい、1センチも切れない。はい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 。で、これを切りたいよね。そうですね、それ切りたいです。さっき切ったとこからってほとんど1センチも切れない。はい、こっちから切っても1センチから切れない。そうですね。ということは切れないってことだよね。切れない。なるほどです。じゃあ、あとどうするか。手ですか。手か。はい、まあ道具に頼るか。なるほどです。で、はい、これより大きな砥石、はい、150とか200とかあるけど、はいはいはい、まあ危ないし、はいはいはい、普通は手で持って使わないから、うんうん、まあ、やめた方がいいんじゃないか。なるほどです、はい、これだけすり減った。なるほど。なんかサクサク切れてるように見えてるけど、すごい抵抗かかってんのかな。そうですね。これは、これはエシプロソーっていう道具。はあ、はあはあははあ、これはまあノコギリ、はい、電動っていうだけのこと。はいはいはい。ジグゾーと似てるけど、はい、ベースがない。なるほどなるほど。エシプロソー安いのでだいたいいくらぐらいします？あ、忘れたな。2万か3万か。ああ、なるほど。まあ結構しますね。これは、はい、どっちかというと DIY とか解体とか、はい、木工とかで、はい、本来レシプロソーは金工用のパイプとか切るのに、はい、はあはあはあ、もっとこっち大きいのがあって、そっちの方がどっちかやったらメインかな。で、この先端の形状やけど、メーカーによってジグゾーみたいにタイプがあって、たかな、はあはあ、ちょっと独特の形状やけ ど、 なるほど、この先端を変えることで、はい、一部のジグゾーの刃も使える、はい、あ、そうなんですね、オプションで。へ、ただジグゾーの刃使ったかって、まあ、短いし、まあ、かかが知れてますね、うん、使いにくいかな、はい、で鉄鋼用の刃を装着。そうね、はい、ちょっと長すぎるけど、はい、でこれで締めて、例えばジグソーでもいける。まあジグソーを持っている人はそれでもいけないことはないよっていうことですね。そうね。はいはい。で、まあこれってこういう部分。はいはい。で、試しにまずまあこの下ちょっと切ってみようか。はい。切れた。
定もありですね。まあただそれもすぐ切れなくなるんだろうな。そうですね。なるほど。ハイスパイマン。蹴ったらいけます。力はね。多分上登ってこうやって一回ですか。はい。小川くん叩いてみて、試しに内側からこっちでテンションを誰かがかけつつ、これ思いっきりどすこ、いやいやグーかグーパーないパーの方がいいんじゃん。ちょっと厳しそうやな。おぉ、ちょっと繋がってるから。はい。やったー、広々イエーイ。まあ、これが内側から見た風景です。ここがそのまま窓になるという。窓枠さえ作ったらあとは内装がどんどんできるもんね。色も塗れるし。はい、はい、OK です。今日はじゃあこれぐらいにしておきましょうか。はい、ということで、開口が作れました。ずっとやるのが億劫でどうやってやろうかなってなかなか進まなかったんですけど、今日は林田さんのおかげで、ここまで来ました。で、まあ、とりあえず次にこの枠を作って引き戸を、作っていこうと思います。まあ、でも1日で できるとはちょっと思えないので、少しずつ、進めていくというような形で、今日は、まあ、お開きということでいきます。じゃあ今日もありがとうございました。ありがとうございました。